はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート189ということで、189週目いきたいと思います。すいません、今週のテーマですね、一般質問ということで、一般質問について少しね、説明をしていきたいと思います。まあ、いつもね、一般質問の内容をね、通告あったものとかを、出すこと多いんですけど、ちょっと今日は角度を変えて、出していきたいかなというふうに思います。まあ、今回で言うとですね、まあ、9月の定例会に関しては9月7日に一般質問が行われます。で、これまあ質問したい人ね、何でもできるかっていうと、実はそうではなくてですね、まあ知ってる人はほぼ知ってると思うんですけど、まずは通告というのをします。で、通告した後に、議会運営委員会っていうところに諮って、で、これで大丈夫でしょうか、大丈夫ですってなってからですね、まあ議場の中で一般質問ができるっていうね、こういう流れになっております。まずはまあ通告するっていう形ですね。その後、まあ、議会運営委員会に諮られるっていうこう流れになっていくんですけど、まあ、この通告ね、今回9月7日、さっき言ったように、9月7日が一般質問になるんですけど、それがですね、通告の締め切りっていうのがあってね、まあ、8月16日に一般質問の締め切りの通知ですね、締め切りの通知をします。それが、まあ、8月25日の17時、ここが一般質問の通告の締め切りになりますよっていう通知をして、まあ、8月25日まで、まあ、25日の17時までに、出した人ですね、が一般質問の、まあ、権利を得る、まあ、権利を得る言い方はおかしいかな。はい、まあ、こういうね、ルールにのっとってやってると。で、通告締め切り、で、まあ、議会運営委員会が8月31日の14時から、ありますので、ここに諮って、で、通って初めて議場で一般質問ができるみたいな、こんな流れでね、やっております。これがね、まあ、一般質問のざっくりしたね、上からの流れで、まあ、当日ボンで出すわけじゃなくて、結構前からね、9月7日にやるんだったら、まあ、25日締め切りなんで、だいたい2週間ぐらい前に出してもらって、まあ、その後ですね、その1週間後ぐらいかな。で、議会運営委員会に諮って、その後、議場に行くと。まあ、定例会に行くっていうね、大体こういうスパンで、スケジュールでやってます。で、まあ、この通告っていうのがね、ありまして、まあ、これはね、まあ、議長に基本提出をするんですよね。で、一般質問で、ね、これね、議員筆記に書いてる文章をそのまま打ちました。一般質問は議長の許可を得て行うことになるので、通告した質問の内容が、町村行政に全く関係のないものや、議会の品位を傷つける恐れがあるようなものは、議長が許さないことになると、いうことで、基本的にはね、通告しても議長が受け付けないっていうふうにね、いうことも可能と。まあ、あまりね、こう、町村行政に全く関係ないとか、議会の品位これ傷つけるよねって議長が判断したら、まあ、基本的にはね、外されるっていうね、こういう、まあ、通告の段階での流れになります。で、まあ、一般質問として適当でないものって、これもね、議員筆記、議員になったらね、もらえる、こうね、冊子があるんですけど、まあ、それに書いてるんですけど、まあ、質問の内容が単なる事務的な見解を正すに過ぎないもの。制度の内容の説明を求めるもの。議案審議の段階で正せるもの、特定地区の道路改修などを要望するためのものと、こういうもので、まあ、適当でないというところで、まあ、ここはね、結構ね、通告議長の間を通ってくる、議会運営委員会とかでね、この辺、これには抵触してないかみたいなのがね、たまにあります。で、私もね、一期目に関しては、この議会運営委員会の委員に入ってなかったので、基本傍聴という立場で、参加してたんですけど、今はね、議会運営委員会の委員で、実はね、前回の6月の定例会の中でも少しね、言わせていただきました。それが、まあ、ちょっとね、要望だけではなかったんですけどね、要望を入れてたので、もう要望と一般質問でもごっちゃにしたらいかんので、まあ、要望のね、その書き方を少し変えた方がいいんじゃないかっていう提案をしたり、まあ、国のね、ことを、ま、質問するっていう。んで、もう大体ね、町長の答弁も過去からね、ずっと、ほとんど変わっておりませんので、まあ、町長が変わったからね、質問するっていうふうに言われてましたけど、まあ、結局答弁一緒やったんでね、もうそういうのは、まあまあ、時間の無駄いかんすけどね、そういうのでもうやめた方がいいんじゃないですかっていう提案をしたんですけど、まあ、そのままね、通ったという形で、まあ、基本的には議会運営委員会の中でもそうやってね、揉むような、流れになって、そこを通ったものが初めて、議場に持っていって、私もね、議会運営委員会を通って初めてここで、アウトプットしていく。
ていくっていうね、こういう流れになっております。意外に、なんかね、この間一般質問ってどんな感じやってんのっていうふうに聞かれて、あ、そっか、僕らはね、もうそれをまあ勉強して、もう常識的に考えてやってますけど、そうじゃないんだなっていうところで、少し今日はね、こういうアウトプットをしました。まあ9月7日ですね、一般質問ございますので、時間ある方はぜひお越しなさってください。議員としてはね、それまでにいろいろとまとめて、まあ、8月25日の17時までに通告をして、8月31日の議会運営委員会に諮って議場で一般質問をするっていう流れになります。本日は以上です。どうもありがとうございました。